トヨタは2028年の WEC ・世界耐久選手権において、既存の GR010 ハイブリッドとともに水素エンジンを搭載した車両を走らせることを計画している。ただそれが実現したとしても、前線に出場することはなさそうだ。WEC では、現行のルマンハイパーカーと LMDH の最高峰クラスでの使用が2029年まで延長されたが、 トヨタは2028年の導入が予定されている水素レギュレーションに基づいて製造されたプロトタイプ車両を段階的に投入する予定だ。トヨタは昨年、水素エンジンのコンセプトカー GRH2 レーシングコンセプトを発表した。このアアイデアをを、発展させたマシンを まずはル・マン24時間耐久レースで走らせる一方で、初年度はその他の WEC 戦にエントリーしない可能性もある。トヨタガズーレーシングヨーロッパのハイパーカー開発プロジェクトリーダージョン・リッチェンスは次のように語った。我々が計画しているのは、水素車両をスタートさせるにあたって、まずはフルシーズンではなく、いくつかのレースで走らせることだ。 そのあたりはすべてレギュレーション次第になってくるだろう。また FIA と共に WEC を運営するフランス西部自動車クラブ、ACO のピエール・フィオン会長は、2028年のハイパーカークラスに水素技術を使った車両を段階的に投入する計画について、次のように説明した。計画では、初年度はスパ戦、伝統的に4月か5月初旬に開催される。 トルマンで投入される予定だ2028年はルマン以降、水素マシンが走ることはないのかと尋ねられたフィオン会長は、日本での富士ラウンドで走る可能性があると述べた。これは当然、トヨタの意向や意欲とも絡んでくるだろう。また、リッチェンスは、レギュレーションが固まっていないこともあり、水素プロジェクトのタイムラインについては不透明な部分も多いと強調するが、 レギュレーションが間に合えば2028年に水素を動力源としたプロトタイプ車両で参戦できるとした。